ねえお兄ちゃん、僕らのお兄ちゃんとお姉ちゃんに会ったよ。あー、俺らの？全然知らないな。知らないのか。一番目のお兄ちゃんと二番目のお姉ちゃんなんだって。それで脳をくれたのが三番目のお姉ちゃんで、五番目がお兄ちゃんで六番目が僕なんだって。ややこしい話ですねこれ。それだとおかしくないか。四番目が空いてる。うん、確かにそう。聞き間違いじゃないのか。確かに聞き間違いかな。会ったことないから姉貴以外は知らないな。会わないなりに理由があるのか。ちょっと気になるね。聞いてみる。ああ、ちょっと気になるよな。うん。じゃあちょっと4番目の存在っていうのをね、ちょっと聞いてみよっか。なんか理由があるっぽいけどね。4番っていうこのちょっと不吉なね、数字。なんか意味深ですね、これ。待て、あ、なんかパターンが変わってんな。どっから出てきた今。なんか今うっすらと、さっきのあの双子の兄弟がうっすら見えたんだけど、あの監視の方にね、目の前にいたな、あの二人が。これはどうやって切り抜けりゃいいんだろう。ほら、あ、動き止めてんね。ちょっと待って。ああ、守ってくれてるんだね。あんなに口悪かったのに。でも、ここにいたら、どうしようもないから、一旦出てすぐまた戻るみたいな。で、ああ、もう部屋出た瞬間ダメじゃん、これ。部屋出た瞬間ダメだよ。そしたら、隣の部屋。あっ、もしかして監視って一体だけじゃないの？いるね。これどうせいいんだこれ。でもこいつ向かってこない。うわ。とりあえず右の部屋にとりあえず一旦は行けばいいの分かったかな。で、また戻る。あれ？戻れない。あれ？戻れないんですけど。あ、左の部屋にもう戻れないから、そしたら、あ、あれに捕まんないように。で、倒れちゃ、そこで倒れちゃダメだって。さっきの口の悪い兄弟かな。あ、おはようございます。違う、口調が違う。4番目かな。気分はいかがでしょう。怪我とかありますか。いや、もう重きし怪我してる。腕がないからもう重きし怪我してます。ないけど。もしかして君は会ったことあるよね。気づきましたか。そうです、あの時助けていただいた。誰か助けたっけ。あ、種か。またお会いできて嬉しいです。なんと、まあ、立派になって。お母さんみたいなこと言ってんね、もう。確かに驚きますよね。一番驚いているのは私ですよ。というのもですね。私はあなたのお姉様より伝言を預かったので、伝えに戻ったのです。脳みそをもらったお姉ちゃんだね。お姉ちゃんから？でも、お姉ちゃんって。はい。体はすでに溶けて消えています。私もこの状況が不思議なのですが、どうやらあなた方は体を失うと、体のない魂だけの存在になるんですね。その証拠に目の色が赤になりました。あ、そうなんだね。確かに死んださっきのあの兄弟も目が赤かったもんね。目が赤くなると死んだってことになるんだ。みたいですね。ですが体がないということは、じゃあこの種さんも立派になったけど死んじゃってるってことだね、結局。ママに会えないということになるので、あなた方はまだ油断は禁物ですよ。わかった。まだわからないことがあるんだけど、なんで君の姿はお姉ちゃんじゃないのかな。それが私にもよくわかっていません。最後を迎えた時、触れていたことが関係しているのか、体の性別的には半々みたいです。
じゃあ、お姉ちゃんだ。お姉に。あ、それで伝言って何？あ、すいません、余談でしたね。では本題に入ります。お姉様から預かった伝言。この部屋の奥に弟の足があったとのことです。まさかその足をガンダムみたいに弟にくっつけるみたいな、そんなバカな話はないと思うんですけど、これはあなたのお兄さんのことですね。え、本当にやった？はい、どうやら4番目の方が隠していたそうで、それを5番目の方が出て行かれた後、目撃したと彼女が言っていました。4番目ってちょっと危ないやつな感じがするね。4番目ってどういう人なの？彼女は彼を奇形と言っていました。あの方の血はあまりにも濃いと言っていましたが、すみません、彼女はあまり4番目の方について話すことはなかったので。そっか、まあいいや。それよりもお兄ちゃんの足持っていくね。とてもいい笑顔です。お兄様のことが好きなんですね。うん、お兄ちゃんと僕は双子だからね。おい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 、足が置いてあるっていう、どこだ？奥って言ってたよね。4番目の子は考えただけで吐き気がする。気持ち悪い。あの子だけはなんか奇形とか言ってたっけ。殺して正解だった。怖。じゃあもしかしてもう魂だけの存在になってんのかな、その4番目の子。奥の部屋にあるっていうからここかな。血が真っ赤になってるよねこれ。お兄ちゃんの足はここにあるのかな。あ、さっきの種さん、両腕がないと探すのが不便でしょう。確かに。私も手伝いますよ。うん、ありがとう。でもなんかさっきの子となんかちょっと違うような気がするけど、気のせいかな。すごいな。これちぎれた足でしょ？口に加えて持っていくんだね。すごいですね。口に加える発想はありませんでした。ほう？なんなら私が持っていきます。いやーちょっとなんか、いやーダメなような気がする。いってらっしゃい。お、なんかちょっと違うような気がしたけど。まあでも目が赤いから死んでんのかな。彼女の体を持っていかれてしまいました。無力を悔やんでも仕方ないですね。あなたはお兄さんを助けてあげてください。じゃあなんかすごい恐ろしいことになってますけど、お兄ちゃんの部屋戻りましょう。とりあえず足持ってきましたけどね。まさかこんなちぎれた足、ガンダムみたいにね、元通りに戻るわけがない。足じゃん。お兄ちゃん、これでお兄ちゃんの足元に戻せるよね。戻せんのかい。まあ脳の移植もやったぐらいだからね、もう何でもありだなこの世界。まだ溶けきっていないみたいだからくっつくはずだ。でも不思議なもんだ。どこで見つけた？4番目の人が隠してたんだって。なんで4番目の人はね隠してたんだろうね。お姉ちゃんが言ってたよ。あ、おねに、読みづらいな。おね兄ちゃん、誰だそれ。3番目のお姉ちゃんとくっついちゃった。タネさんとお姉ちゃんのことだよ。くっついた？まあよくわからんが別にいいか。隠したのが4番目ってやつなのか。監視にちぎられた後、振り返らなかったからな。その時に持っていったのか。ていうか、その、ちぎられた状態でよく監視から逃げ切ったね。だとしたら、いけすけねえな。持っていったのは良いとして、持っていくのもダメだよ。隠すのもダメだけど。なんで隠したんだろう。4番目の人、探してみよっか。会えないっていうよりは、もしかしたら俺らを避けてる可能性がある。だとしたら、探しても無駄だろうな。うん。あとはお前の腕も探さなきゃな。あ、これもなんか隠されてる可能性あるよね。俺ももう少し安静にしたら一緒に行くよ。おお、え、立ち上がってる。もしかして、うわ痛々しいんですけどね。そこなんとかなりません？なんでくっつけたんだ。接着剤でくっつけたのかな、なんかの。俺らの体って結構便利だよな。監視にちぎれられたとしても溶けきらなければ大体はくっつくからな。でも大部分取られるとすぐ溶けるよな。監視に持っていかれた体はどこに行くんだろうな。確かにどこに行くんだろう。僕の腕どこかにあるのかな。あ、じゃあこうなんかしばらくはパーツを探しに行く旅だね。俺の足が完全にくっついたら俺もお前の腕探すよ。出てこなかった場合は、あー大丈夫、なくてもきっとママには会えるよ。そうだな、
何か方法があるまで気長に考えようか。そして一緒にママに会いに行こうな。あんまママね、いい感じのお母さんじゃないんだけどね。うん、双子だもん、一緒に行こうね。約束だよ。約束な。うん、これは多分もう大体分かってきたんだけど、お母さんのお腹の中なんだよね、きっと。会いに行くっていうことは生まれるっていうことなんだけど、うん、怪しい場所を探すっていうことなんだけど、ここじゃないかな。血だらけになってんな。あれ、うん、やっぱりここが怪しいかな。でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお姉ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえば。これでちょっとストーリーが分かれていくんだね。